ごとわざ。まあ、編集長、ストーンでいいんじゃないですか。まずは決めてやってみることなんですよ。ああでもない、こうでもないと考える。うん、確かにね、考えることって大事なんですけども、これね、うん、私が自分に課していること、もしくは課していたことなんですけども、まだ力のないうちは考えないようにしてましたね。そもそも考えるっていうのは、たくさんの行動の中から、 何が良かったんだろうか、何が悪かったんだろうかっていうことを取り出す作業なんですよつまり行動ありきなんですよねたくさんの行動や挑戦のその中から考えるという行動が生まれるんだと私は思ってるんですよね、まあ、もちろんいろんな考え方がありますのでそうじゃないよって言われる場合はまあこれに、えー、準ずることはないと思いますがまあ少なくともね、こういう言葉があります昔から下手の考え、休むに似たり つまり、まだね、結果が出てない、一定のレベルに達してない人が、いくら考えても、それはね、休んでるようなもんだよってことなんですよね。うん、これよくね、麻雀などの勝負ごと、競技で言われるんですよ。場数が足りない人が、どうしようかな、これでいいかなって考えてるってことは、何を考えてるかじゃなくって、それはね、ただの迷ってるだけなんですよ。なぜなら、考えるだけの場数がないわけですから。経験がないわけですから。だからまずは、 最初のうちは、ビーナーのうちは、まだ結果が出ない、出てないうちはですね、考えるよりも、いっぱいやること、いっぱいやる中で、その蓄積の中から、そろそろ考えていかないけんな、みたいなのが生まれてくるんですよ。例えば今回、週刊中年ジャンプというタイトルでやったりとか、いろんな動画を出していく中で、今回一つ、気づきがあったと思うんですよ。それは、まあ、あるね、とんでもない事件が、あの、JR の中でありましたよね。 ちグジじゃなかったかもしれないですけどね、あの電車の中でありましたよね。これちょっと取り上げてみるかって感じで、やったのは、何かね、当ててみようとかなんてそういう気持ちもあったかもしれませんけども、まず、流行りのものをやってみる。まあ、流行りといってもね、あんまりいい流行りではないんですけども、アクセスが集まりそうなことをやってみるのうちの一つだと思うんですよ。こういうのを日々、ヤフーのトップニュースから手当たり次第にやっていくことになって、気づくことが、 考えるることになるんですよあ確かになとアクセス伸びてるなとこれはすごいなとこの上に自分の考え方を言ってみようかな批判もあるなと批判の中からコメントが出てきたなおなるほどこうやったらコメントがつくのかよしじゃあ次の行動の中ではどれにしようか考えてみようかなっていうふうに生まれてくるんですよね。うんまあ、こういうふうにまだ実践が少ないうちは考えるよりも実践を増やすことなんですよね。 それが、ホップ、ステップ、ジャンプの、週刊中年ジャンプの持ち味になるんじゃないかな、というふうにまとめさせてもらいました。それでは今回ね、動画の方、5分ほどでいただきましたけども、私の方から特にこれ以上言うことはないです。一旦ここで止めておきます。あとはね、ストーンの方から、こんなことをやってみた、あんなことをやってみた、こんな記事を上げてみた。自分の最近あげた動画の中から気づきがあったらね、それを動画にしてみたらいかがでしょうか という風に行動すればするほど、自分の行動から取り出すものも増えていくんですよ。ね、是非やってみてください。最近の動画の中でこれは良かったかな？みたいなね。トップ3。もしくはあこれを取り上げるべき取り上げるべきだったかな。みたいなね。例えば衆院選のこととか、今回どういう風うに見てらっしゃいますか？野党共闘どうですか？と。令和新撰組どうでしょうか？そして自民公明党は？ 本当にこれから私たちに必要な政権なのかなどうかなってことですよね。もちろん100、100%国民の顔を向いた政治。これはね、期待するのが無理です、はい。政治家には政治家の欲があります。ミッションがあります。そしてそれを支えるために国民にそっぽを向かれないように、ある程度ご機嫌取ってくれるんですよね。その両輪だと思うんですよね。私たち動画運営者、雑誌運営者も同じで、 自分の表現したいことばかりやるとファンが離れます。ですから、ある程度ね、トレンド。多くの人が求めていること。いわゆるこれをね、数字が走るっていうんですけども。多くの人が見たがってること、聞きたがってることを優先して、自分が好みではないけども、自分の意にはそぐわないけどやってみるっていうところがね、私たちにもあると思うんですよ。まあ、政治家さんも一緒です。自分たちのやりたいことをするためには、多くの国民が、 まあ、自民党でいいんじゃないのと。N 国党でいいんじゃないのって言わせるようなこともやってないといけないということで、両輪なんですよね。はい。私たちの暮らしも同じですよね。自分の思い通りにやる。そのバランスとして、みんなが自分に期待してることもやってみる。この両輪でやっていくわけなんですよね。はい。じゃあ次回の動画もお待ちしております。どんどん上げてください。いってらっしゃい。GOD f ァー t h e r